G3 第19回アサヒビールカップ、初日メインカードドリームレース第12レースのメンバー登場です。1号艇福岡の枝尾勝、2号艇香川の重成和人、3号艇大阪の丸岡正則、4号艇福岡の中辻隆人、5号艇岡山の白賀優、6号艇香川の石丸海斗です。1、2、3、4、5、6枠なりです。1コースへと向かうのは1号艇地元枝尾勝です。昨年は大村で通算2回目となる G1 制覇を果たしました。新年は若松優勝での滑り出しです。2コースに2号艇重成和人、昨年は福岡メモリアル優出がありました。当地は4回の優勝実績あります。3コースに3号艇丸岡正則、そして3艇後方に引きます。4コース角に4号艇中辻隆人、ここからダッシュ3人は前半レース白星発進です。中辻は昨年優勝7回、お盆以降ユースラッシュ継続中です。5コース初戦デッドヒート制止白星、5号艇白賀優、大外6コーススタートも魅力です。6号艇石丸海斗、ドリームレース第12レース新入インから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。ドリームレースの第12レース、前提それほど差のないスタート、一周一マークの攻防戦。1号艇の枝尾勝が逃げる、上を行った3号艇の丸岡、そして2号艇の重成、5番4番とバックストレッチ、先頭は1号艇枝尾勝が逃げています。スタートは前提正常でした。先頭は逃げた1号艇の枝尾、その後ろは2号艇4号艇並走、内を通っては5号艇も上がっていく。一周の2幕、1号艇枝尾がトップ、続いて5号艇白髪の外行った2号艇重成、4号艇中辻、ホーム側2番手は4号艇の中辻隆人が前に出ました。前の2艇は1番4番、その後ろに5号艇白髪優、追走は2番3番6番。1号艇の枝を2周1マークをトップ、2番手4号艇中辻、6番回って刺した5号艇白賀優が3番手です。バック側上位の3艇は1番4番5番、その後ろは3号艇丸岡、6号艇石丸、2号艇重成、まだ僅差。レースは2周2マークです。1号艇の枝尾がトップで折り返します。2番手4号艇中辻、3番手5号艇白賀です。ホーム側上位の3艇は1番4番5番。レースは最終周回と入りました。4番手以降は6号艇の石丸と3号艇丸岡並走、最後方2号艇重成、1号艇の枝をトップで最後のバック、2番手4号艇中辻、3番手5号艇白髪です。最終バック上位の3艇は1番4番5番、145の3連単のオッズは 18.1 倍を指しています。ドリームレース勝利へと向かうのは1号艇枝尾勝です。2番手に4号艇中辻隆人、3番手5号艇白賀優、ドリームレースまもなくゴールです。1番五輪、4番五輪、5番五輪、3番6番五輪、2番五輪、以上前提五輪しました。